はいどうも、なおちんです。さあ今日もスプラトゥーン3やっていきます。よろしくお願いします。それでは今日はアミーボを連動していきたいと思います。昨日はね、姫を連動したんだけども、今日はタコガールを連動してみましょう。この2体しかね、売ってなかったんだけども、もうちょっと欲しいよね。やってみます。アミーボをタッチ。そうだね、これは新品で買ったから、オーナー登録しなきゃいけませんね。登録完了しました。で、もう一回か、もう一回。はい、きたー。かっこいいねー、かっこいい。タコガールが連動されました。で、これで、何をもらえるんだろうか。どうもね、なんか、記事を見た感じでは、武器はもらえないっぽいんだよね。この子がつけてる装備みたいで、で、このタコガールのやつが、なんか、かっこよさそうだったんだよな。なんか、魔法使いみたいな、やつだったので、それをもらえたら嬉しいかな。はい、公認サポーターよろしくね。あ、でも、俺、姫も公認サポーターになってんのよね。二人とも公認になるっていうことかな？わかんない。どっちか一体か。もしくは何体でもいけるのか。それだったら、もう全部のアミーボね、ゲットしたいところですね。サポーターよろしく！で、これ連動させるわけね。はい。あれ？なんか装備何ももらえなかったんだけども、どういうこと？装備はね、何ももらえなかったんだよね。やっぱり1体しか連動できないのか。あ、いや違う、ロビーでインターネットにつないでまた来てほしい。あ、え、俺ネットつないでないっけ。つないでた気がしたんだけども、ちょっとつなげてきます。ネットつなげました。なんか切れてたみたいだね。で、そうすると、2体目ももらえたりする？あ、そうでした。お、来た！贈り物！エンチャントブーツゲット！え、姫もブーツだったぞ。そうか。靴からまずゲットできるっていうことね。で、それで、服と帽子か？それを後でゲットできるっていうことか。なるほど。はい。わかりました。でも、アミーボは何体でもいけるっていうことが分かったので、OK です。ありがとう。それでは、もらった装備見てみましょうか。あー、なるほどね。これは全身欲しいな。全身じゃないとちょっと分かりづらいよ。そうか、そうか、そうか。OK、OK。で、これ多分ね、全部もらうためには、ランクを上げないとダメっぽいんだよね。まだ俺1のまんまなんで、ちょっとランクアップしてから、全身ゲットしてみたいと思います。スプラトゥーンは、先日言った通り、初心者です。2を少しやったことがあるぐらいですね。お、ちょっと待って、これ、これいいんじゃない？これバリアだよね。バリアになって、で、さらに撃てるっていうこと？え、この武器良くない？え、いいじゃん、この武器。え、俺、これ好き。おう。だって、撃ちながらガードもできるって、これ最高じゃない？テレビ CM で使ってた武器だよね。え、これ、強いんじゃないこれ。おう。あ、強いっていうか多分初心者向けなのかな。え、あ、まあまあ確かに射程距離はそんなに長くはないんだけども、え、めちゃくちゃ安全じゃん。あ、でもあれか、耐久力、ああ耐久力があるんだ。はい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 。あ、なんか普通の。でもまた回復した。あ、俺これ好きだわ。俺、これ好き。す
すごい安全じゃん。インクもね、そんなに使わないっぽいんで。え、この傘は、これ人気武器でしょ。間違いなくさ。使いやすいもん。でも耐久力はまあまあ確かにね、あるんだろうけど、そう気にすることでもなさそうだよ。しょ。あ、攻撃力が少ないのね。わー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 、ちょっと待って待って。インク補充。なるほど。はいはい、いいんじゃない？あ、なるほど。若干、当てにくさはあるな。当てにくさは若干ありますけども。でも、でも、全然よ。しゃ。いけ。ちょっと待て。オッケー。あとお前だけ。しゃ。いや、いいわ。これいい。まだいるんかい。ちょっと待って。もう突っ込もう。全然いけるよ。わー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 。しゃ。いいね。いや、まあまあ。耐久力は、やはりそこまでなさそうです。でも、すぐ回復するしね。はい、終わり。え、まだ、まだ、まだ？まだいたんかい。まあまあまあ、目の前しか防げないっていうところはあるか。でも十分よ。前だけ、ついてくれりゃね。オッケー、ちょっと待って、この武器は俺、最初、これでいきたいと思います。まあ、使えればだけどね。よーし、クリアでーす。この武器よかったわー。ということで今日はタコガールのアミーボ連動してみました。いいブーツもらえたね。あとは服と、ヘッドギア、それももらいたいところです。まだランク1なので10ぐらいまで上げればいいんじゃないかな。まあ、10だったらなんとか上げれそうなんで頑張ってみます。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。